おはようございます。12月1日日曜日、朝6時18分です。東の空がだいぶ明るくなってきましたね。今日は晴れな天気になりそうです。お遊ぶ。それでは今朝もバリスタからスタートします。いただきます。ああ、うまい。昨日は今シーズン初の忘年会でした。いや、非常にね、楽しかったです。普段あんまりこういった忘年会といった飲み会参加することないんですけど、昨日の忘年会は非常にね、楽しみにしていた会で、いろいろ面白い話が聞けて、非常にね、楽しむことができました。いや、しかし飲んだな、もうビールばっかりなんかずっと飲んでたような気がするんですが、で今日は通常通りもう朝から仕事なんですが、何時だろう、8時前ぐらいから子供にモーニングどっか食べに連れて行ってくれってこう頼まれてるんですけど、本当に自分でちゃんと起きてくんのかな。もう起きてこなかったらもうそのまま仕事に行きます。ちゃんとね、約束通り起きてきたらどっかモーニング食べに行こうかと思っています。今日撮影しているこのカメラですが、パナソニックの G9 Pro です。で、先日、アップデートで使えるようになった、10ビットを試しています。今回の設定はMOV の 4K30 フレームの10ビットにしています。で、カラーはね、ちょっと、若干いじってます。この設定だと動画編集するときにパソコンにかなり、パワーいるかと思うんですが、で、今現在使用している MacBook Pro の13インチでこの設定で編集するとかなりね、再生したときに動画がカクつくんですが、今回ね、これがどうなるかっていうのをちょっと試してみたいと思って、この MOV4K30 フレームの10ビットで、設定して撮影しています。というのがこれですよ。昨日忘年会から帰ったらね、この2つが届いてたので、もうさすがにちょっと開封する気力なかったのでそのままにしてたんですが、これをね、今から開封したいと思います。で、これね、見てわかる方、多いかと思うんですけど、ようやくね、あれが届いたので、すごくね、今から開封するの楽しみです。それではまずね、こっちの分厚い方の箱から、で、これがね、何かっていうのがちょっといまいちよく分かってないんですけど、これね、 あそこからの、発送元になってたので、一応ね、届いたのは Amazon からだったんですけど、多分このメーカーなんで、でね、これです。じゃーん、逆か。これね、ウランジさんからのまた商品レビュー用の、商品提供ですね。これは GoPro Hero 8用のケースになるのかな、GoPro Hero 8用のパーツだと思います。それと、あと、あ、これもそうですね。これも、これ GoPro 用の、カバーかな、専用のカバーだと思います。と、もう一つ、これはなんだ、 52mm、 これね、あれですね、この GoPro 用のこの、ケース、カバーに、かぶせる、これフィルターのアダプターになるのかな。そうですね、フィルターアダプターになってますね。おそらく、ここに取り付けるアダプターだと思います。このあたり、またちょっと後日ね、ちゃんとレビューしようと思うので、もう開封せずにこのままにしておきます。ウランジさん、いつもありがとうございます。今回の大本命はこっちですね。いやー、待ったな、1週間待ったのか、1週間以上待ったのかな。ようやくね、到着したので、じゃあ早速開けたいと思います。おー、出てきましたよ、これ。重い、結構重い。今回届いたのは待ちに待った MacBook Pro の16インチです。いや、注文してからね、ほんと1週間以上確かかかったと思いますね。もうね、たくさんの方が早いうちからもう開封レビューやってるので、もう開封レビューね、する予定は特にないんですけど、一応開けるところまで撮影したいと思います。
せーの、開かない、せーの、じゃんと。やっぱりだいぶ大きいな。今回ね、16インチ現物見ずに購入したんですが、まあお店に行くとね、15インチの展示があるので、まあだいたい15インチのサイズとほとんど変わらないということでね、もう現物見ずに今回購入したんですけど、やっぱり大きいな。じゃあもう早速このペリペリも剥がしましょう。あ、綺麗に剥がれなかった。逆か、こうか。おお。あ、もう開いたら電源入りましたね。まあまだちょっと朝時間早いので、今日午前中にでもセットアップして、リターンキーを押してください。はい、まあ午前中にね、設定して午後からは使える状態にしたいと思います。単純に今持っている13インチと比べるとこれだけサイズ違いますね。いや、一回り言わないな、二回り以上大きいかな。やっぱりだいぶサイズが大きくなりますね。今ね、左下の角でサイズ合わせてるんですけど、これだけ違う。なんとか午後から使えるようにして、で今日朝撮影した、この G9 Pro の動画、MOV4K30fps の 10bit ですが、こっちのね、13インチの方だとだいぶカク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 今までしたんですが、こっちの MacBook Pro 16インチ、こっちのね、スペックではどれぐらいで再生や編集できるかどうか、試してみたいと思います。約束の時間通りに娘が起きてきたので、今からモーニング食べに行ってきます。で、運転手は娘さん。安全運転でお願いします。じゃーん。今朝のモーニングはここのグッドネイバーズコーヒーでいただきます。モーニングメニューですが、もうホットと A セット、お芋トーストに蜂蜜。はい、じゃあ呼んでください。厚切りトーストとヨーグルトとゆで卵と、あとコーヒーが2杯分で、こっちがお芋トーストと蜂蜜。蜂蜜かける、うん、まず1杯目いただきます。あ、香りがいい。うん、うまい。うわ、なんか甘そう。うまい。それではコーヒー2杯目いただきます。うん、危ない、負け負け。ごちそうさまでした、完食です。さあ帰ろう。それではまた娘の運転で戻ります。これから帰ったらそのまま職場に直行して今日仕事始めます。あと帰宅してから購入したばかりの MacBook Pro の16インチ使って今日撮影した動画編集したいと思います。このね、 MOV4K30fps の 10bit の編集具合どんな感じか非常に楽しみです。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。今朝撮影してきた動画を今MacBook Pro の13インチと16インチに取り込んでざっとね、粗編集してみました。で、どれぐらいね、動作が違うかっていうのをちょっと見てみたいと思うんですが、動画の設定自体は 4K30 フレーム、
MOV だったかなの、10ビットにしています。かなりね負荷かかると思うんですが、この13インチの方だと再生してみるとこんな感じ。もう動画がね結構これ再生がカクついてますね。まあ、タイム見てもらえば分かると思うんですけど、ね、こんな感じ。早いうちから開封レビューやってるので、やっぱりねかなりカクカクしてますね。編集できないことはないんですけど、かなりカクついてます。で16インチの方はねこんな感じ。ああやっぱだいぶスムーズですね。もう全然編集するのに問題ないですね。もう開封レビューやってるので、もう開封レビューね、もうこれぐらいねスムーズに再生してくれると非常にね動画の編集がやりやすいですね。あくまで MOV の 4K30 フレーム10ビットで撮影した場合の、これ差なので、普通にあの8ビットで撮影した場合っていうのはもう全然ねストレスなく、再生できるんで、こっちの13インチでも全く問題ないんですが、どうしてもね10ビットの場合はかなり負荷かかるみたいで、13インチではちょっと厳しかったです。いやー16インチ買ってよかった。